こんにちは。やっほー。今日も準備しながら配信したいと思います。12時10分まで配信します。こんにちは。おたけさん、ひろし BKK さん、しぇんさん、ハートありがとう。いっちゃんお断りです。テキサスのロースターさん、バラ、サタンお断り、マチャルさんお断り、アンバさんクッキーありがとうございます。モリモリさん、ハートありがとう。準備してくよ。はい、ふわふわふわ。しゅんぼうさん、チョコポップ、しんいちさんお断りです。アルテミスさん、ふくちゃん、エルさん、クッキー、さわっちゃさん、いっちゃん、しゅんさん、クッキー、オストインドサマーさん、クッキー、石川先輩お断り、こうさんありがとう、スタンプ、ネロケンさん、ハートありがとう、朝生テレビさん、ハートありがとう、大吉さん、クッキーありがとう。こんにちは。鼻を作ります。あ、書きすぎた、濃すぎた。ダーソクさん、チョコポップありがとう。はい、鼻作りです。鼻を構成していきます。えいやえいや、頑張ってください。定型文のやつか。ありがとうございます。今日夜配信さ、歌いたいなって、声帯回復記念で歌いたいなと思ったけど、なんか今日に限って声がちょっと枯れ気味です。乾燥したのかな、ね、富士急の移動時間さ、結構車内で過ごすことが多くて、暖房で乾燥しちゃったのかもしれない。喉が元気であればね、最近調子良かったけど、あと昨日と一昨日バスツアーのお見送りとかでもさ、めっちゃ喋りすぎたかな、もしかして安静期間かもしれないです。またイエーイ、歌いたかったよ、やだよ、バスツアーでさはしゃぎすぎちゃった。声絶対でかかったもんな。はい、くまけし、くまけし、安静しよう。やだけど、もう安静はうんざりだけど仕方がないよね。今週はお話し会あるので安静に行こう。来週もだし、おいしいら、いまだにこのブラシの、なんだこれ、このブラシの使い方がいまだに分からなくて、何が正解か分かりません。叩くのか伸ばすのか、ポンポンポンかシュッシュッシュッか、いまだに分かってなくて、習慣でやってます。こんにちは。黙々とクマを消していきます。いなくなれ、いなくなれ、いなくなれ。赤
高いとこなくなれなくなれ、ただんくま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 、そう、クマがね、うん、現れちゃうんです。今から朝ごはん、私もさっき食べたよ。私もさっきね、30分前ぐらいに朝ごはん食べましたよ。朝昼ごはん、今日のパセリのご飯紹介、本日のご飯、バナナ、ヨーグルト、蜂蜜、オートミール、卵スープ、かつお節です。あとほうれん草、いつもの。ちょっと最近食べ過ぎ続いてるので、ヘルシーにいきます。お腹が鳴りました。足りないと言うてます。クマ、クマ撲滅しました。おめでとうございます。ふう、クマちゃんは撲滅委員会の会長なので、クマちゃんは撲滅しました。それでは髪の毛の儀式に入りたいと思います。前髪が、聞いてください、前髪が伸びました。ついに眉毛が膨れるまでになりました。眉毛の成長観察ありがとうございました。眉毛伸びたんだ、こんなにもね、こんなに伸びるとは。あ、ゆきりんさんのシングル、あ、今日がっけ、昨日寝る前にずっとまゆゆきりんって検索して、あのまゆゆきりんさんの動画をずーっとYouTube でもうなんか片っ端から見るっていう、なんかファンの方が作ったさ、なんか歴代のまゆゆきりん集みたいなやつを見ちゃって、はぁ、あ、はぁ、あ、まゆゆきりんってなってました。昨日の夜、まゆゆきりん、やはり良いです、あの空気感というか、ね、なんかさ、まゆゆさんがさ、渡辺真由さんがなんかテレビとかでは見せない姿を見せる瞬間っていうのが好きで、ゆきりんさんといる時がそういう姿が多く見れる気がするから、まゆゆきりん好きです。二人で何かをするっていうよりも二人でしかいれない時の姿を見れるっていうのが私の何ですかね、その私結構コンビ中なんですけど、さやゆきとかなんかそういうおきまいとかコンビ中なんだけどさ、コンビで何かを、まあ、曲を披露してくれるのも好きだけど、それよりもなんかこうその時の二人の空気感というかが好きだから、メイキング映像とかが好きです。なんかちょっとなめってる？こんにちは。そう。いいよね。アイドルっていいよな。やっぱね、そういう過去の映像とか見るとね、ああ素敵ってなります。
素敵だわ。秋祭りは DVD 持ってるよ。何回も見ましたよ。そう、メイキングね。メイキングに隠しコマンドっていうのが昔あって、何分何秒でボタンを押すとメイキングのさらにメイキングみたいな、その隠しコマンドに気づいた人しか見れないメイキングみたいなのが見れるから、それのために DVD を買って、そう、でも自分では何秒か分かんないからネットで検索して、何分何秒で隠しコマンドっていうタイミングでずっと秒数をねずっと見ながら、ずっと見て今だってボタンを押して隠しコマンドを見たりとかしてました。そう、そうなんよ。でも気づかないですよね。私はなんかね、あれこの映像このライブのはずなのにメイキングになかったなと思って調べたら、そういう隠しコマンド的なやつがあるって知って、分かんないよね。だからさ、 DVD 持ってる人でも知らない人とかいそうだよね。書いてあるわけじゃないから。してよ、最近何の DVD 出た？一番最近の DVD で何ですかね。2期生の昇格のコンサート、何が出た？6周年なんか出たっけ。なんか配信が最近は主だけど、何が出たっけ。多分STのやつはないです。隠しコマンド系5周年、昇格コンサート、あんまり DVD、出ないですね。配信が多いですね。でもさ、どこのグループもそうなのかな。今ってコロナ禍になってから配信増えたりして、やっぱ配信で見れるからね、 DVD にならないことが多いのかな。配信ありがたいよね。現地に来らなくても見れたりとか、メンバーもありがたいです。後から見返せたりとか、思い出に浸れるから、とってもありがたいく思っておりますね。 PR 舞台、そうだよね。私も PR 舞台の映像欲しい。あの会場ごとのさ、曲とかさ、ユニットの狼とプライド、オキさんとしてたけど、会場ごとでセリフ変えたりしてたから、そういうさやつも一覧で欲しい。個人的に思い出用に推しメンとの初ユニット記念、最初で最後のユニット記念で欲しい。すごくないですか、自分が好きなメンバー、憧れてる先輩とそうやってユニットを2人でするっていう。なんかね、どんな曲をしたいですかみたいな、誰とどんな曲してみたいですかみたいなアンケートがあったんですよ、 PR 舞台が始まる時に。だからもうここぞとばかりに、オキさんとユニットがしたいですみたいな書いて、オオカミとプライドがいいです、オキさんは絶対ズボンの方でお願いしますって書いたの、アンケートに。もうズボン指定で、絶対にオキさんのズボンが見たいですって言って、あのショートパンツ見たいって言って、もうそう、そのアンケートに私利私欲を詰め込んで出したんだけど、まさかの採用されて。え、そうなの。もうどうしてもショートパンツが見たかったんですよその当時の私は。でもたくさんの方が感謝してくれましたありがとうパセリ、解釈一致だよって。またやりたいですね。またあの衣装着たい。やっぱ衣装込みのね、曲って感じがする。狼とプライドとか、はい、こっちがビフォー、
アフター、ビフォーアフターです。毛先を丸めるのでこんなに長さが変わってしまいます。みんなが髪伸びたっていう秘密はここにありますね。髪の毛何もしないと伸びてるの法則です。ちょっとなんか汚い今日、毛先の巻かれ具合汚いけど、じゃじゃじゃーん、だだ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 、昨日はソラハさんちでショールーム配信したんですけど、終わってからジュアルデイズの良さを語られて、そう、ジュアルデイズをこの前ショールームで歌ったんだって。そしたら沖さんのことがあるから悲しくなって涙が出ちゃったって言って、結構大号泣、もうズビズビ鼻鳴らすぐらいのうるうる涙のショールーム配信になっちゃったみたいなことを言っててさ、改めてジュアルデイズの歌詞聞いたら、なんか曲が明るい分より悲しいなと思った。あと歌い出しは去る方じゃなくて、やっぱね残る方というかが歌うのと、なんかその歌う人の関係性とかもあると、よりもっと物語があって素敵やなとか思って、なんかいろいろ考えて、ああ素敵な曲って思って聴いてました。ね、なんかさあ、自分がアイドルになってよく思うのは、歌詞の受け取り方を自分が実際に同じ境遇になってやっと意味が分かるみたいな、あいい歌詞だなと思ってても、なんかその本の中の世界とか小説とかドラマの中の世界みたいな思ったことが実際に自分の共感ができる境遇。でも大好きな人はとてもいい曲ですね。でも私が STU で一番好きなシングルなんだろうって、ちょうど昨日のね、昨日昼ぐらいかなになんかふと考えてて、私は何のシングルが一番好きかなと思ったらだけど、息をする心、自分が初選抜の曲っていうのを置いても息をする心の歌詞好きだなって思ったりしてた。で無謀も好きだなって、無謀は踊るのが楽しいんですよ。無謀好きだなって思います。でも大好きな人も好き、クレームもいいよなって思うし、うん、風を待つのなんかその疾走感というか MV とかのね、駆け上がる感じとかもいいしなとか、独り言もいいよなとか、なんかいやどの曲もやっぱいいよなと思って昨日考えてた。そう結局ね全部ね、いやどの曲もいいよなみたいになって一人で完結してました。ね、いい曲ばかりです。カップリングの MV とかあると他のグループの方とかのファンの方も YouTube で見やすいかなと思うけど、Apple Music とかでも聴けるのでね、ぜひ聴いてほしいよね。でもさ、タイトルとかで覚えるの難しいから、やっぱ公演とかライブとかで、あこの曲いいなって思ってもらえるのが一番いいですよね。この曲好きかも。ペダル、なんかフェスとか行くとさ、ペダルと車輪と来た道とっていう歌振り曲振りしたら、おーって歓声湧くのもやっぱなんか盛り上がれるから、そのフェスとかに来る方には人気なんだろうな、覚えやすいというかね、いつも一人に会ったりするから。 ST
声優といえばっていうふうに覚えてもらえてるんだろうなって。神様いいよね、可愛いよね、振りも可愛いんですよ。でもみちゅさんね、みちゅさん卒業して、ゆみりんさんも卒業して、ココアさんとあかりんさんとヤンゴロウが3人曲になっちゃう。神様カップリング曲ね。神様 MV あるよね。可愛い。なんですかね、あの可愛さ。なんか子供たちを見ている気持ちになります。いろんなメンバーで披露してるのみたいな。でもさ、なんか自分がエガちゃんのオリジナルメンバーになってみて、なんかまださ誰も披露してないんですよ、エガちゃん。どういう気持ちなんだろうって思って、自分のオリジナルのユニット曲とかをさ、他のメンバーがやってるの見る気持ちどんな感じなんだろうと思って、まだそれを経験してないからドキ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 ですね。今まで自分たちはさ、先輩たちのユニット曲をやってきてでやってるわけだけどね、いつか誰かが披露すると思うと楽しみです。でも衣装着てるの見たら、ああ私の衣装うわーってなるかもしれないね。PR 舞台メンバーよく MC でこの衣装は絶対に譲らないってよくね頻繁に定期的にね、絶対に嫌だって、可愛いから嫌だってね言うんですけど、でもその気持ち、そう、その気持ちもあるし、誰かが着てる姿を見たい気持ちもあるし、中のねあれ二重なんですよ、衣装二重になってるから、そう、中のワンピースも可愛くて、サテン生地でノースリーブなんですよ。ノースリーブがいいっていうメンバーも いるじゃないですか。だからぴったりだと思います。そうなの、かわいいよね。私も好きよ、あの衣装、あの衣装一番好きね。 2.5 期生決まりました。昨日の夜配信でなんかさ、ビデオメッセージみたいな感じで昇格おめでとうとかでさ、はしゃいちゃったけんさ、なんか我に返って恥ずかしくなった。配信終わった後、あ、私なんかさっき変な発言してたなとか。こんにちは。ほい、おしまい。前髪が伸びてきてくれたからいい感じになりました。おしまい、おしまいだぜね。マイクアラインにノーピー入ってきたらどうなるんだろう。通知荒らしたらごめんね、ノーピどんな絵文字使うんだろうとか、なんかそういうのさあ、わかんないからさ、なんか人と LINE するときってちょっと探りません？あ、この人はわらを漢字で書くタイプなんだとか、 W のタイプなんだとか、私それに合わせるタイプなんですよ、メンバーとかでも。絵文字とか、あ、黄色の顔文字ちょっと使わないタイプかなとか、あんま好きくないのかなとか、スタンプ、大きいスタンプとかも、ああこういうのが好きなんだとか思って合わせちゃうタイプだからちょっと 2.5 期生がどんな感じの、まあでも先輩後輩だから、もしかしたら絵文字いっぱいつけてくれるかもしれない。私あんまり絵文字普段使わない、単語でボンボンボンって送るタイプだけどさ、やっぱ私も先輩とかと LINE するときはちょっとまだ今日さ、さっき起きたから口が回ってない。LINEするとき結構絵文字使っちゃうからさ
よしできたぞ。ね、絵文字使うタイプですか？私はね、そういう連絡とかは合わせます。どういう傾向があるかっていうのをいて、例えばうん、お母さんと LINE するときは通知がうるさいってこまめに送ってこないでみたいな、小分けにしないでほしいって言われたから前に。だからあのこういうもう枠がこんぐらいでかくなるぐらい文章を言いたいこと全部ボンって送るとか、メンバーとだったらボンボンボン、なんていうんだろう、ヤッホー元気みたいな、なんかそんな内容はしないけどなんていうんですかね、単語で送ることが多いです。何も考えない、あの文章のつながりで考えず単語でパン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 って送ることが多いから 2.5 期生昇格して、早く直接おめでとう言いたいな。今週かな、あれのお話し会ですかねなんかさ、もう会う頻度がお話し会ぐらいしかなくて、 2.5 期生とか3期生だからさ、もう私もお話し会に参加してるファンの方の気持ちです。あ、今週末になったら喋れるんだみたいな。あ、日曜日か、今週18日か、ね、こんにちは。おめでとうって言おうね、会う機会増えるといいなね。そう、会う頻度、まあ、でも 2.5 期とか3期に限らず同期でも会う頻度は低いです。なんか最近メンバーと会う頻度あんまない。昨日会ったけど、うん、あんま高崎彩子とかでもなんですかね、休みとかが普通のさ会社とかと違って、この日がみんな仕事でこの日が休みとかじゃなくさ、この人はここからここまで休みでここは仕事忙しい期間とか、なんかもうバラバラだから、会う会わないが本当にバラバラで。でもみちさんの卒婚のレッスンとかツアーのレッスン始まったら多分毎日会うようになると思うので、それまではそういう時ぐらいしか毎日会わないから。そうなんですよ。なんかショールームとかで生存確認みたいな、メンバーの、あ、今日も元気そうだって、よかったよかったって思うことしかできないから、もうみんなと同じ気持ちよ。初めてクジラのユッケを食べたんですよ、スーパーで買って。クジラのユッケ、なんでクジラのユッケを食べたかっていうと半額って書いてて気になって買ったけど、めっちゃ美味しかった。クジラ食べたことありますか？クジラある？私もね、なんか私の地元かな、長崎がクジラが有名みたいで、小学校の頃から給食でよく竜田揚げやってたんですけど、初めてユッケ食べたね。珍しいよね。いや、そうだよね、みんな給食ですよね。そうだよね。クジラ、あとはナマコも食べました。クジラ昼ご飯に食べて夜はナマコ。ナマコも半額の時に買います。半額のナマコ見つけたらナマコって思った。やっぱこの時期しか食べれないからナマコだって。ナマコ、ナマコ、ナマコも大好き、ね、海鮮大好き。いや、クジラ見たことない気がする。なんか映像とかでしか、
なんでだろう、なんか地元がね、いや多分クジラ有名な気がするんですよね。クジラのオブジェみたいなのあったけど、ただの飾りなのかなあれって、わかんない。地元というか地元の横の町というか、昔でっかいクジラのオブジェみたいなやつがあったんですよ。有名な気がする。ナマコはコリコリしていてとても美味しいです。おすすめ。クジラの肉が安かったの？クジラの肉どんな味なんだ？さっぱり。やっほー。今日はね、12時10分に配信終わります。もう準備していかなきゃいけないので、今日は短め、お昼は短めだけど夜はいつも通りのんびりのんびりしたいと思います。こんにちは。イルカは見たことあるよ。イルカはどこで見たかというと、水族館で見たことがあります。あとは愛媛県にお仕事いた時に船に乗ってイルカが泳いでるの見ました。でもなんていうんですかね、自然界のイルカじゃなくて育てられてるイルカみたいな。イルカ見ました。イルカちゃん、イルカの肉を食べたことあります。イルカの肉はどんな味なの？イルカの肉、イルカは肉とかない。イルカは空想上の生き物って感じ。イルカの皮膚を想像してさ、あれを切るってくるでしょ。想像したら痛いよっていう声が聞こえてくる。いや、どの動物もそうか。でも確かにね、クジラもそうだから。やば、なんかそうだよね、普段食べてるものもそうですよね。みんな痛いよね。子供の頃食べた記憶がある。味覚えてますか？イルカもクジラなの？あ、そうなの？クジラが大きくてちっちゃいのがイルカ？あ、そうなの？そうだったの？マンボウないね。やだ、私の肉は美味しくないんです。皆さん狙わないでください。大きさの違い、そうなんだ。イルカは美味しくない。じゃあもう泳がせとこう。イルカもクジラも自然界で泳がせとこう。うめ、お腹の肉くれるんですか？どんな味がしますか？何でできていますか？ラーメンとかでできたお肉を使ってさ、油が乗ってるかな。人によっては違ったりするのかな。でもそうじゃない？なんかニワトリとかもさ、牛とかも餌で変わったりするっていうから。お時間です。なんか私サイコパスみたいな配信して終わるんだけど、この昼間から。人間の肉の味の話をして終わる
配信やだね。でも終わりましょう。夜配信でちょっと挽回というか、ちょっとね、どうにかしましょう。お時間来ちゃいました。ああ最悪な昼配信になっちゃった。あ、じゃあみんなありがとうございました。付き合ってくれて。今日も食べ物に感謝して美味しく食べましょう。残さず食べてくださいね。パセリもちゃんと食べてよね。パセリだって生きてるんだから。いい植物だって生きてるんだから食べてよね。残さずいいですか。本当によろしくお願いします。ではまた夜会いましょう。13位ジャーパングさん、12位マチャルさん、11位マコバヤさん、10位カズヌシンさん、9位クアドリさん、8位ミツさん、7位アルテミスさん、6位シンイチさん、5位スプマンテさん、4位ワウワウさん、3位シュンさん、2位いっちゃん、1位カメさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ではさよならの時間です。みんな怖がってないかな、私のこと。ありがとうございました。またね。おやすみ中。バイバーイ。